ちょっと待ってちょっとこれでどうですかループしてるごめん声は昨日はちょっとあのあれだったんですけど声がこもってるという意見をいただいたんですが今日はいかがですかそういえばなってるよかったあよかった本当よかった今ね はどうにかしてきたあの本当は5時6時とか言ってたんですけどちょっと今日別のお仕事がお話し会の後にあってそれのお仕事がねあ,のあ,とあの時間がね押しちゃって押しちゃったというか時間が変わっちゃってちょっと遅くなっちゃったんですけど、まあ、今帰ってきた <laughs> そう今帰ってきてちょっとメイクも直してない。 直したいちょっとメイクうんちょ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 ありがとうございますそう今日お話し会ありがとうございます楽しかった久しぶりの話し会だったんですけどちょっとあの緊張してしまったんですがみんな優しくしてくれてありがとう <laughs> 優しくしてくれてて何かキモいキもい,きもいな,なんかちょっと言葉 あそうこれがあのアリスから頂い,いたイエリングです初めて見せるかななんか載せた写真よく見たらなんかねあのここにねあのね何ていうのお土産っていうの作ってるから隠れちゃっててあの写真であんま分からなかったと思うけどそう髪型もちょっと変えなきゃいけなくて洗剤合わせにしなきゃいけなくてストレートにしちゃったごめんなさい 仕事で。チックがもうなくなっちゃったじゃないの。ね、アリスの、アリス、アリスにもらったやつです、これは。本当にね、アリスのセンスはね。ピカイチなので。アリスのね、お洋服とか大好き、私。だから。もらった時、めっちゃ嬉しかった。 なんかチーク塗っても塗ってもさつかないんだよ、ね、私なんかこうチークつかない肌なのかわかんないけどチーク塗っても塗ってもね濃くならないんですよねチークはちょっと多めに塗,っ塗るって思ってこうやっていっぱい塗ったらちょっと濃いとかあるんですけどブラシ <laughs> そうこの色かわいいでしょピンクの ピンクの筆の筆セットですこの筆めっちゃいいよでもなんか全然違うところのブラシとかも入れてるけどこれ使ってますチチークはねこれえっと <laughs> ホレンコスピアブラッシャーのロ4番エンジェルっていうあゆみいにだいたチークと こちらのペリペラーのピュアブラッシュドサンシャインチークの06番ーモーニングブラッシュっていう色を混ぜる混ぜて使ってるちょっとこれは白ピンクって感じで私いつもあのあれ使ってるんですよあのバラディーナポップクリニックの使ってるんですけどあのそれがなんか期間限定のやつで3色3色ずつしか はい3色のやつなのだから持ち歩くにはねちょっとね大変だからねそういう時これを使っているでもこれは結構ね色つくこれも色つく <laughs> でもつかないあんまりつかいだから多分みんなだったら多分めちゃめちゃつくと思うよあと今日は本当はこのデカリボンをつけていましたこあれこうやってつけててごめんね と取れちゃって、なんかどうにかつけられないかな <laughs>。なんか変だわ、これは。変だね。<coughs> え、素材劇さん <laughs>。ありがとうございます。今日お仕事で来れなかったんですよ。お仕事お疲れ様です。今日は。土曜日なのに。お仕事なんですね。本当に毎日お疲れ様です。 頑張っていて偉いです。ありがとう。嬉しい。ありがとうね。本当に本当にいつもあのー、私を見て元気出てたら嬉しいなって思ってます。みんな今日でももか持ちで回復した？<laughs> 回復っていうか。ました。 なんかこういうカチューシャ欲しい。可愛くない？でもこれだとちょっとあのなんか浮いて見えちゃうからねあれなんだけど。お互いは誕生日迎えてきてあありがとうね楽しかったよ。見てるだけでもマシマシですあらあら来てくださいね。う <laughs> もモカモチベーあの爆上げしちゃってください皆さんお願いします。 頑張って可愛くいます。てかアイラインがもうなんか消えかかっているですね今消えかかっているくんなんだか <laughs> ちょっと今日コナーにあったからさこの顎がちょっとねおっ生き返ったくんだ。 いしょ今日は何時まで何時までやろうかな？なんか本当は5時6時とかでやりたかった。5時6時とかでやりたかったから、多分1時間かな。ちょっとご飯があるから <laughs> 夜ご飯の時間なので1時間ぐらいやりたいと思います。25日の話し会が待ち遠しいくんです <laughs>。楽しみにしております。くんですよ。今日可愛すぎてた。本当。 今日ねお弁当ねお弁当あれ食べたあのお弁当あれあれもね食べたんだけどねあのね今日はね生クリームが入ったねあんパン食べました <laughs> 美味しかった私生クリーム入ったねあんパンめちゃめちゃ好きなんですよ普通にプライベートプライベートっていうかなんか普通に売ってて買うぐらい好きでそれがね置いてあってえっって思って食べましたケータリングに差し入れしてくださっていて 前髪大丈夫ですかね今日前髪さめちゃめちゃさ短かったんだけど起きたら <laughs> なんか長さ変わってたんだけどこの間闇の間潜るっていうのこちらこそありがとうございますあの分かんないからさいろいろ教えてくれてありがとうございますっていう気持ち <laughs> 寝てに切てられっなないよ違うのなんかそうあのそう前髪あるあるそうそうなの昨日より短いのそう分かる分かるめっちゃこかるするんかね昨日いい感じだったのに起きたらなんか短くなってるとかは結構多分あるあるなんですよねーあるあるですよいしょよいしょ この間ももかちゃんランキング抜かしたいランキングとかってどこで見るの今日行けなくてごめん25日行くねあ今日はお仕事 <laughs> ジュリーのところには言ってるんじゃないでしょうね <laughs> ももか見てたら前髪欲しくなるえ前髪作るなよでもないのも可愛いけどあっても可愛いと。 ギルドのボタンからパワーランキングあなるほどちょっとあとで見てみますあの今度ローモバをローモバ配信とかやりたいローモバの話とかでたくさんする配信とかやりたいなぁと思っておりますここに <laughs> ここにティーカップから紅茶がこぼれていったので。 飲んでみました <laughs> 多分私の画面はここだったけどあのみんなの画面こことかにあったら多分何してるのって感じなんですけど <laughs> ボボ配信したいよねだからこの「ロンボ配信」をしてこれを機にみんなやろうっていう話でもねもうすぐ終わっちゃうけどてかいつまでだっけ3週間だからまだかなあれいつまでだ分かんないけど。 わかんないけどみんなローよ一緒にもらうは飲んぼ楽しい楽しいよロモボ,ーボー楽しい行くんですよみんなで配信中見に,に行く確かに配信中にあの待、ー、<laughs> <laughs> ってにぎやかなそうなんか今歌ってたねなんかちょっとなんかな,なんか歌ってたね妹ですすみませんってかもう小6なんだからサンと 小6の小6か本当に小6私もっと小6の時しっかりしてたくんなんだけどな。羽高ねたかさんこんばんは。えっはねたかさん,なんかさ今日誕生日くんですか <laughs> なんかはねたかさんだけどなんかレノンと話し会隣なんですけど部屋が。あのー さんお誕生日おめでとうみたいな声が聞こえた気がしなくもないです分かんない違う方かなもしお誕生日だとしたらおめでとうございます今日お誕生日の人多くないあっ今,今日じゃないか最近2月2月お誕生日の人多くないですか私も2月ですしっかりしてました 結構ね私長女なので長女なのでね小六の時ポケモン学校ポケモン学校なんかポケモン学校とかは通ってきてないんですけどなんか何だろう何してたかな小六の時小六の時何してたかなうん何して遊んでたんだろう普通にえっ小六ってなんだ何してたの 誕生日配信の時のタバヤミ配信。あ、昨日やりました。昨日やっちゃった。だから多分 YouTube とかに <laughs> 載ってないかな。わかんない。ちょっとこれは本当は言っちゃいけないんですけど。<laughs> どうにかして、あのー、見れたらいいなと思う。誰か、あの、本当に小声、かっこ小声みたいな。そうそう、かっこ小6。なんか鬼ごっこしてた本当鬼ごっこ 小わ割と最近え全然最近じゃないですよなんかちょっとうるさいんですけど <laughs> ちょっとうるさいそう髪にねほどいたのお仕事があってねちょっとね洗剤合わせにしなきゃいけなくてストレートおろしにしたのであのおろしてしまいましたごめんなさいあっくもんってた私もクモン行くもんいくもん 言ってましたね私はあの英語数学もやってたけど途中で数学をやめて <laughs> あの英語はずっとやってたなんか、ね、結構ね GGH とかそこら辺とかもうずっとね結構行ったよ結構ねあの中学1年生ぐらいまでやってたんですけど中1で中3ぐらいにやってた。英語はめちゃめちちゃゃ好きだったのでね あのタッチペンシル E ペンシルみたいなのがあってこうピッピッてねやってねこう聞くやつがあるんですけどねあれはちょっとね最初だけです楽しいの, <laughs> あの途中からすごく面倒くさくなってしまい聞かずにやって音読で何も読めないということが発生しておりましたいつもあの聞いてあの押して聞いてで発音を聞いてでなんか音読を 先生の前でするっていうのがあったんですけどあの全然聞いてなかったので <laughs> あの聞くの聞くの飛ばしてあ違うなんかやろうと思うんだけど一旦飛ばして宿題やろうって思ったらあの聞くのを忘れて当日を迎えてしまいあのあなんか適当になんかあのそれっぽいのを言って誓いますって言われるっていうのが。 あの一連の流れでしたね英語系ってか国際系の学部行く大学をクリスえー、嘘今あれ最近あれ今年大学あ高校3年生だったってことおめでとうかっこいい国際系の大学っていうの本当にかっこいいです頑張ってね 大学生も本当に大変だと思うけど頑張ってください今年あそうなのねえらいねってエピソード多いのにちょいちょい大型を感じるんかさなんかさ,んかさもうさ私さ大型っぽいですか今日家でだったのにスタッフさんに「今お外だと思うんですけど」って言われて笑いえそうになったあじゃあすごい日当たりが良かったのかな 今日でも結構あったかかののでね、あのー、結構しっかり拝ってるね桃ももかちゃん大型やっぱり新規感覚本当に私すごいね大型えっ大型なのって言われることが多いんですけどあのー、いつもの綺麗な声に戻って「あよかった!」そうマイクなんか戻ったみたいです何がダメだったのか全然わかんない本当にねあのー 本当にあのー、何もしてないんですけど <laughs> ち,ょちょっとねあの叩いたぐらい叩いて治るえってやったぐらい部屋の壁紙コンクリートあ確かにそうだったかもコンクリートみたいだなーってちょっと今日思ったかも <laughs> ストレートになってるかわいそうなのでもねストレートにしたんだけどねちょっと薪が残っててねずっとねこう アイロンをこうやってやってもねなんか巻きが取れなくてちょっとケープしちゃったから取れなくて困ったいつも私の iPhone 君はあの叩かれて叩かれちゃうあの「お礼」ってやられてますあとよく落とされてます私にでも私の iPhone 君のすごいところはですねあの 落ととしても割れないところです画面があのカバーをね今カバーっていうかなんかさフィルムフィルムを今はしてるんですけどあのフィルムにはねビリあのめちゃめちゃひび入ってるんですけどあのフィルムをつけていない時期がありましてですねあのフィルムをつけていない時期に何回落としても割れなかったんです。だからもう 本当に強いんだと思う私の iPhone だから多分フィルムつけてもらったからあのうしくて今割り割,割りたいんだと思うと <laughs> いうこと <laughs> 本当にだからね iPhone コーティング何のコーティングするのフィルム割れると指に刺さるんだ確かにガラスだとね確かにそうかも私はフィルムはねガラス派ですあのなんていうのプラスチックのフィルムもあると思うんですけど ガラスがやっぱ良きですねもうち iPhone 君に名前つけてたりするあ iPhone 君にあの名前というかなんかあのエアドロさんいらっしゃるじゃないですかエアドロさんエアドロさんがですねあの結構電車とかでこう電車乗ったりするとすごいなんかあのすごいねいろんな人からねそのえあのエアドロの来る時があるんですよ知らない人から。 なんかそれが一時期すごくなんかあったのでそう私も「もかって名前してたらあったので桃カっていう名前は一時期やめてあのー、すごい「ひろし」とかにしてましたね。ひろしとかにしてそうひろしたかしそうそこら辺の名前にして、あのー、誰にもあのそういう男の方の名前にすると来ないんですよ。 だからあのそういう感じにしてたまさしとかもお気に入りだったなぁ全然パパじゃないんだけどパパの名前と全く関係ない適当に取ってきたなんかぽいなお前 <laughs> 最後し「しえ縛ってる」って言われはなかったんだけどね「桃太郎」あっ「桃太郎」ありかも桃太郎にしようかな。 今君もんかって名前なんですけど前はゴンゾーでしたっ <laughs> てゴンゾーやばいちょっとひらがなゴンゾーがいいな感じじゃなくてひらがなゴンゾーを気に入かもいやむしろ普段オフにすればいいんじゃんあのねオフにするのもありなんだけど普通にあのエアドルを使う機会があのこのお仕事多くてですね例えばあのメンバーに撮ってもらった写真をすぐに送りたい時にやっぱエアドルの方が質が良かったりするんですよ ああとまっすぐに送れるるていうのもあるしだから結構エアドロは頻繁に使うのでオフにするよりはまあ変える方がいいかなと思ってますそうなんかねそうでも今はそんなに名前何してるかわかんない多分もう変えたさすがにちょっとあのニアジョイに入る時に何かえにあのエアドロをね使う。 時が多くなってなんかちょっとヒロシは気まずいと思ってやめました <laughs> ヒロシはちょっとさすがにちょっとなんか誰でなっちゃうなと思ってあちょっと待ってギフト読めてなかったごめんなさいストームーンさんありがとうストームーンななみありがとうムッティありがとう今日楽しかったよエルフありがとうエルフも今日ありがとう楽しかったです りっくん、ありがとう、りっくん。よかった、見てくれてうれしいよ。今日はありがとね。はるくん、ありがとう。もりりん、ありがとう。楓ありがとう。けけ、ありがとう。けけもありがとね。まことさん、ありがとう。嵐さん、ありがとう。あらしさんも今日はありがとう。うもえんありがとう。うもえんも、ありがとうね、ほんとに。ふうさん、ありがとう。うみんな、ありがとね。 もうすぐバレンタインなのでなんかバレンタインの日があのー、なんかなんかチョコとか作ろうか迷い中何か, <laughs> なんかみんなに作ろうかなっていうニアジョイのメンバーとかみんなにね 作ろううかなそうでもちょっと気が向いたら <laughs> 気が向いたらっていうかちょっとあの時間があれば作りますね直属に配信は多分すごいことになるからやばい無理だと思う <laughs> 本当に多分湯煎配信しながら湯煎とかしたら多分水全部入るしやばいです <laughs> そんなスキルはないでも最近ちょっとねあのね自炊 自炊まではいかないんですけどちょっとした一品を作るのにはまっていてあの昨日もスープ作りましたあのなんかね名前わかんないんだけどねあのねスープ中華っぽいスープを作ったあといつも何作ってるかな,なんか最近よくねなんか作,作ったけどね何作ってるかちょっと自分でわかんない。 ママにそうれたやん <laughs> <う>ありがとうカズヤ今日もありがとうねハゲちゃんありがとう髪色似合ってたよんいおっちありがとうカナコアラちゃんありがとうへいありがとうへい結婚しよう今日ありがとうね中華っぽいスープそうかお酢とか入っててなんかあの 卵が入ってて、あの人、ー、参入ってて、たけのこが入ってるやつです。これで絶対わかんないでしょ <laughs>。わかんない、私なんか割とね、あんまりみんな作らない。なんかその一般的なんて言うんだろう、なんか、あのー、みんなが知ってるような料理じゃないのかもしれない。わかんないけど。知ってる人もいます。かね。わからないね。 だからちょっとでも私すごいねあのね料理普通の料理とかの方が得意かもなんかお菓子とかになるとちょっと話は別になってくる <laughs> 話あのね本当にねチョコとかはねね苦手分野 <laughs> 頑張りますうん料理できる女の子になりたいよねみんなわかるよその気持ちやっぱ優香とか素敵じゃないですか なんかよりできる女の子っていいなって思うよねあってか待ってツイッターにシェアするの忘れてとシ,シェア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 はいあっあとであとでじゃないえっとあとさっき <laughs> さっきあのお話か会ありがとうございましたのツイートしたのでよければ見てください皆さんあと今日皆さんからの あのファンデターを受け取りましたありがとうございます本当にねあのねみんながね心を込めて書いてくれたと思ったらねもう本当に本当にねあの涙を流した流しながら見た <laughs> 読んだ本当に感動してしまってあの本当に手紙大好きなんですよ私そうだからまだ まだの方はぜひお待ちしております <laughs> でも本当にあのゆっくり書いてくれたら嬉しいもう本当にあ無事で焦らせるつもりとか全然なくてあの書いてくれたら嬉しいなっていう感じ <laughs> 卒論終わったら私もお手紙書く本当に卒論頑張ってね卒論優先もう卒論が一番よ <laughs> 仕事落ち着いたら本当に仕事落ち着 言ってもちゃんとあのあれを無理しないでね体が第一なのでまだな人が多いぞ <laughs> そう今日書いてくださった方はだいたいあの目を通してお話し会の前に今日書いてくれてありがとうっていう言葉を伝えました <laughs> ちゃんと内容も全部ね覚えているよ 人生のラブレター <laughs> ラブレター欲しい好きを伝えに来ました好きーありがとうございます話かいけなかった反省も込めて超,超長文書きます <laughs> それ手紙で書いてくれるのもう全然 SNS で陽いいきだよ絵 <laughs> 描けばよかった全然まだ間に合うまだ間に合いますよだってもうファンレターはもう年中未給で受け付けておりますのであの本当に。 あの楽しみにしてるよ <laughs> そうえ字とかもう全然もう本当に関係ない本当に字とかね本当に関係ないですよあのね私全部読むんで全部あのどんな字でも読むので <laughs> 本当に嬉しかったよあ嵐さんありがとうねそう嵐さんもね書いてくれて本当に嬉しかったよ宝物ですファンネット みんなからのファンネタあの大事に保管するね。個人情報の記載がダメなので誰だかわからない手紙になります。あでもねわかる意外と分かったなんかね書いてる内容とかもそうだしなんか多分あの便箋じゃない封筒になんか住所とか書くと思うんですけどみんなあの送り先と自分の住所書くと思うんですけどそれはオッケーなのであのなんて言うんですかねそこはあの スタッフさんがあの消してくれるので名前のところはねなんかね消してないかもしれない割とどうだろうちょっと今 <laughs> 今もいりますあ名前は名前消されてないかもわかんないなんか人によるのかな人によるとかあるそこは書いて OK だってだってさあのさ 書かなかったらさ、もしさなんかどっかでさなんかなっちゃってさ送り返さなきゃいけなくなった時とかにさどこに行っちゃうのって思うじゃん。<laughs> あとなんかあのショールームとかツイッターとかで使っている名前はオッケーなのと思います。あのツイッターの ID とかあと電話番号とか <laughs> そういう住所とかあ住所はあのそのあの封筒に書くのはオッケーなんですけどそのなんていうの あの手紙の中に「私は何々県の何々市何々に住んでおります」とかそういうのはダメだと思うんですけどあの全然あのそこまでねあの敏感にならなくてもあのダメなところは全部消してくださるので全然あの気にせず書いいてください電話番号を書いたら消されるので <laughs> それはちょっと。 リッチは褒めじゃないから、あ、全然、そう、リッチって書いてオッケーだと思うよ。じゃ。そなんか、結構、くり、黒塗りって感じ、黒塗りされてるって感じかな。ツイッターの名前とかも、もだったら、大丈夫。みんな原稿用紙で待ってます <laughs>。原稿用紙で。待ってますね <laughs>。作文、よろしくお願いします。漢字はありなのかな。漢字ありじゃない、多分。そういう名前。だったら。 ツイッターの名前がねあの <laughs> 400字は必須で私の好きなところ100個書いてくださいね <laughs> 重すぎる愛を書くと確かになんか大事なところからね <laughs> 頑張って書いたのに作文はギリギリで書くタイプです。じゃあ私がもうアイドルをやめるギリギリに来るってことですか <laughs> ダメですよもう今しかないんですからね私あの 今があれですよ、あの一番最初の時期でもうみんなのことをこれからもずっと覚えてるけどやっぱ初めての初めての時期じゃん今やっぱりパネットとかめちゃめちゃ初めてなのですごくねあの自分的に宝物になるよ。 もう全然ちょっと待ってご限界むずいね <laughs> でなんとなく言ってること分かります私本当にさあのさ何言ってるかわかんないよねいつも自分でも何言ってるかわかんないのごめんなさい <laughs> うんあちょっともうなんかちょっとさ喋ってるんですけど <laughs> <laughs> ちなみに1長径なのであ本当に楽しみにしてる私も,ももちゃんにお手紙書くねえ待ってるねルナちゃんも桃かがやめなさそう かっこフリがなとかふ振ってください <laughs> 卒論卒論の妹ちゃんさあちょっと静かにしてもらっていい多分今日は配信見てないんだよね多分今ご飯作ってるから妹ちゃん猫ちゃんみたい <laughs> 本当にそんな聞こえてる本当にやめてくれよ手紙になったら10枚ぐらいになっちゃうかもだけど大丈夫そうえ全然 もう全部読むし全部大事ってかね私ね今日ねいいこと思いついちゃったんですよ皆さんから頂い,いた手紙をあの写真に撮ってでアルバムにまとめてあのファイルファイルじゃない何ていうのフルダーにまとめてあの外でも読めるっていう素晴らしくないですかこれこの案素晴らしくないですかもうねそういう感じにしていこうと思いますこれからあお腹が。 なってるお腹すいた新入社員ありがとう今日もありがとうねリッチありがとう結婚ケ k、OK、リオ結婚していいよリオありがとうねあー I love you ありがとう MeTooI love you だよ <laughs> マオマオちゃんありがとうフレッシュプリキュアありがとう いっぱいありがとねフレッシュプリキュアあらさんもありがとうモモショウごもありがとうハローさんありがとうございますそれはやばバ大ガチであいつづるわつづるですかねよしゃもうか <laughs> あの本当にあの大事にするのでもうちょっと静かにしてくれますかね静かにしてあ <laughs> 静かにしてだってだって こうやってる、ね、この話ちょっと恥ずかしいんですけどごめんね今いきなり大きい声出しちゃいましたごめんなさいびっくりしたかなみんなごめんね妹に向けてです手紙書かないといけないアイドル何人いたかな <laughs> 返事返事あったよ今静かにしてたって <laughs> 配信するって言ってんのにさなんで今更さ気づくねん遅いよ <laughs> 今日お誕生日お祝いし合いで超幸せなったありがとう一緒に思い出を作ろうねこれからも楽しそうな家族でいいね <laughs> 楽しそうですか待ってもう本当にお腹空いてやばいもうねお腹がねギュル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 言いまくってる ちゃんとおとなしくしてるにタンプレか今 <laughs> 今日のご飯わかんない自分まで静かにしてました <laughs> 配信に乱入してこない乱入してきたらやばいよえ <laughs> やばいお腹鳴っちゃった <laughs> 今日は美月ちゃんのお前でガチ反省しました美 <laughs> 月んとこ行ったんでしょ行くんかい久しぶりに配信来れてサチ ありがとう来てくれて嬉しいももちゃんに前髪遅いって言われたから一生この前髪するの本当に前髪遅いだったね短かったね一緒にちょっと待ってすごいあのあれ言葉が難しいね <laughs> 前髪同じ長さだったね <laughs> 山田ももかちゃんだ山田ももかちゃんですどうも <laughs> 話からくろミちゃんたくさんやってくれてうれしいでしたそうなんか「バイバイ!」ってやっちゃってなんかちょっと「バイバイ!」ってこれ何って思った <laughs> そうなんか「バイバイ!」でもくろミちゃんをやってる自分がいました気付いたらあねおな鳴ってるの聞こえますかもうお腹がねもうねダメですねもう限界って言ってます <laughs> ねえお腹おな鳴ってるんだよ山田、ねま、だもけちゃんだ パートツーはいる山田ももかちゃんです山田ももかちゃんのお腹ちゃん <laughs> あって恥ずかしい今やっと聞こえます <laughs> 聞かないで <laughs> 聞かないでください <laughs> 今日無駄にしとかなかったので <laughs> 今日みつきに会ったよでも多みつきの話し会の前に会ったからねまさかそんな反省を伝えられるとは思っていないみつきと会いました ね可愛い,いとかさ言ってさもうさもうやばいでしょこんななってるのもう本当にあやばいもうやばいめっちゃなってる <laughs> 今日のご飯なんだろうねおなかさんごきげん <laughs> たくさん食べるんでよありがとうこんばんはいい音ですね <laughs> いい音ですねやばいやばいおみつさん制服だったそうあのね今日ね あのね美月と一緒に会ったんですけど制服を着てらっしゃってですねでそれであの私ちょっと一瞬しかああの見なかったんですよその制服をそうでそれであのあのスイート16の衣装だと思って「あれスイート16の衣装着てたよね美月」って言ったら「あれ自前だよ」って言われて「<laughs> 待ってちょっとみんなさお腹の音をさ聞かないで <laughs> ね、こんなんなることある本当にやばい <laughs> リコぐらいなってるんだけど結構いつもねお腹かなってるのかわいい <laughs> 美月さん制服を着てらっしゃって大変プリティーでしたおなかちゃん <laughs> そう制服着ててそうでなんかスイート16の衣装着てたよねって言ったら「あれ違うよ」って言われて「えっ?」ってなってなんかさスイート16みたいなさジャケットの色じゃなかった気のせい 一瞬制服見えたっ感じなんだけど自分なかと思った本当おなかした時におなか鳴るよ私めっちゃじゃリコちゃんにとり <laughs> バレたかすみませんリコさん Swift60 のジャケットにしたリボンが小さかったリボンはでもジャケットじゃないからうち、ん、中に着てるやつだからベージュだったえ そうだよねベージュなんかスイートシックスティンとさは同じような色じゃなかった分かんないこれからラーメン食べますごめんね <laughs> ねえごめんねってさちょっと私にさそうやってなんかちょっと私がお腹空いてるからって意地悪いしないで衣装ってオンラインイベントで着られないんでしょそうだからなんかあの今日ねスイートシックスティンの衣装を着てあのお仕事お仕事っていうかなんかあのやることがあってですねそ,のそれをやってるのかと思ったの。 そしたたら自前のだったっていうお話昨日来れなかったから今日もやってくれて嬉るしあっ綾たんありがとうだってくしゃみでそうなくしゃみもお腹もなかも鳴るなんてもうダメだこの時間の配信だと夕食を先に食べるか後に食べるか迷うよね <laughs> 迷うんですけど私は皆さんを優先しましたなぜなら今日は5時,に5時から6時に。 やるねって言ったのでもういち早くやらなくてはと思って帰って即つけましたよ皆さん褒めてください私のことを今日のお話し会で昨ののあれ配信のお礼うと思ったら間に合わなかったああ全然こちらこそありがとうねもうねいろいろ MV の感想とかあの伝えてくれて嬉しかったですありがとうまたねお話しようねもうちょっとしたらお寿司食べに行きますすいません、えー、ピザ食べながら配信見てますえー そうでしょえなんかみんなちょっとおいしいもの食べ過ぎでは優しいゴジラと見れなかったから助かった本当良よかったまた餃子食べたい昨日でも小籠包食べたの夜偉いな本当ににらい梨子 <laughs> ちゃんの Twitter <laughs> のショールームの各見てみてえなんて書いてるちょっとね今見れないてかもかちゃんめっちゃロンポやってないそうだよロンボバちょっとハマっちゃってちょっとねあのやばいです <laughs> 結構ハマりすぎてる今配信予選してくれてありがとうございますって書いて褒めてると見せかけてこういっぱい美味しいものを並べているじゃないのもうダメですよ強強すぎて攻めれば <laughs> 攻めたらダメだよもう一生バリアを頑張って張り続けるももかちゃんベーグル好きだ <laughs> どんな偏見ですかでも私ベーグル好きですよ あのねブルーベリーとかねアールグレイとか好きです美味しいよねリコちゃんの単紋設定英語になってるのがっちも俺え何見たいんだけどめちゃめちゃだってなんかさ「ロモバ」「リコのロモバ」のなんかチャットみたいなやつがファンの方の SNS で載ってたんですけどなんかあの <laughs> 待って待って載ってたんですけど設定が英語になってたからなんか。 あの白攻撃されてるの気づきませんでしたみたいな,の書,いてな書いてた気がする配信中がブローデカセテンこれなんて書いてあるの分かんないけど配信中っていうのが英語になったってことなるほどねちょっとそれはあの直で見たいですブロードキャスティングねなるほどなるほど最初もかちゃんがもかちゃんの T シャツ獲得できそうで面白かったうん あ、ローモバのあれかローモバの景品景品っていうかなんかあれですねちょっと自分のやつはちょっと <laughs> でもちょっとあれ恥ずかしくて着れないよね普段使いはちょっと難しいアイテムですねみんな額縁に飾りましょう大将は今日はお話し会のお礼より先にギルドチャットでお礼述べてたよ <laughs> 大将,てか大将って言うだけで誰か分かるのすごいわなんでみんなさリコのことをさ大将って呼ぶのなんかさリコギルドの皆さんさなんか大将やられてるみたいな大将攻撃されてるみたいな書いててさ「<laughs> どモもばくん景品のために頑張ったら頑張りすぎたハマ <laughs> っちゃったんでしょ 自分の名前書いてるシャツ小学生じゃん <laughs> 全然きキいにキ私はじゃあモカも来て美月のお話し会いってください対抗してモカちゃんのことグーンソーグーン重曹の僧と一緒の感じだなこれはモモカギルドは姫あそうだよみんな私のことを姫と呼んでくださってそんな高貴な身分ではないのですが私は <laughs> いつも姫「姫先どうぞ」とか言ってくれるなんかみんななんかジェントルマンなんですけどありがとうございますロムバはあのえー、っと例えばパワーをパワーをあの増やしたい時とかはあのあの挑戦挑戦モードせなんだっけん何モードだちょっとっ説明できない私。 ちょっとね、画面がないとねちょっと難しいですね私いつかちょっと画面あ冒険そう冒険モードをやってあのヒーローを強くしてあの敵に勝,て勝っていくうちにそのパワーが増えますなのであのそれがすごく楽しい私は本当にもう冒険モードしかやっていないあのなんか領地をこう広げ領地このなんかさこの敵がここにいてこう領地をこう広げていくみたいなやつは難しくてあんまりちょっとね難しいあんまりちょっとね 悪いではないので冒険モードばっかりやっている <laughs> 冒険モードね今5勝ぐらい全然 <laughs> 全然すぐないから言われにごめんね全然強くないの文句がマジを横取された後に陣になって研究してたのかわいか横取りなんかあのねみんながね教えてくれたことをね一生懸命やってるってだけよ エリートモードはねまだ4章ぐらいあの普通のノーマルタイプが5章どこにか気にするのがおすすめえっと成長パックを買ってください成長パックはもう本当に本当に本当に成長パックに何度お世話になったかわからない <laughs> 成長パックというものはですねえっとあの白レベルが上がるとあのジェムがもらえるってやつなんですけど例えば白レベルが20にな21になったら1万5000ジェム もらえるとかあるので、その城レベルを上げるだけでジェムがもらえる、ジェムがもらるといろんなことに使えるので、とりあえずジェムをね、ジェムと城が命です。皆さんわかりましたか？<laughs> とりあえず最初で何がやったらいいかわからなかったなっていう方は、あの城をとりあえずあの成長、城のレベルを上げるためにあのいろんな建物をレベル上げるっていうこと。 私最初はね本当に「何このゲーム何をしたらいいの分からない」って言ってたんですけどあの私でも分かったので大丈夫です皆さん本当に全然パワー上がらん本当全然パワー上がらない場合はでも私は結構魔獣討伐とかん魔獣討伐魔獣討伐とかあとはその冒険モードとかやったら結構パワー上がるかもなんかリコも今日ね全然パワー上がんないんだよねみたいな言ってた。 多分そういう人って多分ね冒険モードが止まっちゃってる気がするからなんか結構リコも冒険モード勝てなくなってやめちゃったみたいな言ってたので冒険モード頑張ってください冒険モードが進めない場合は魔獣討伐でレベルを頑張ってあげるかあの頑張ってあげてヒーロのレベルを上げてもう一回挑戦するかなんかあの自動で何て言うの自動でなんかあの。 進めるってやつがあるんですけどそれをやってあのその日はもうできなくなっちゃうんですけどそのハートみたいなハートみたいなやつがなくなっちゃうともうできないんですけど冒険モードはあのそれをねやったらなんかご飯みたいなのがもらえてそれをヒーローに食べさせたらレベルがあの勝手に上がるっていう素晴らしいシステムになっておるのでちょ説明が下手でごめんなさいわかるかな分かったかな 今私が説明したことをがんあのめちゃめちゃ分かりやすく教えてくださる方いないですかもっとプロいっぱいいるので私のギルドにはプロ紫の石の下のハートかあそう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 なんか120とかさあるじゃんそれがなんかねあの冒険モードができるね数みたいなやつなんですよ今の説明で100点本当になんかご飯とか言ってご飯って何って感じじゃない大丈夫 <laughs> <laughs> ロモバは一番楽しい要素ホーリースターとラッキースゴロクだけだからガチでえ何それちょっと知らないですけどえ何ホーリースターって <laughs> ラッキースゴロクはなんかイベントでなんかあ,るあった気がするけどじゃあみんな配信終わったらロモバに集合しましょうね <laughs> あでもご飯食べるかもしれないけど私がいたら一緒にマジェットバとか弓の巣窟とか行こう もかちゃんもご飯食べたい <laughs> 食べちゃったんち,ちゃんと食べまし <laughs> ちゃんと食べます <laughs> みんなもちゃんとご飯食べてねもうご飯、睡眠、えー、ご飯、睡眠大事あと住むところ大事移食中移食中睡眠大事ですよ メンバーの城攻めたい、なんかメンバーの城さ攻めるなんかさもうさババチバチにななりそうでさ、怖くて攻めれない <laughs> ジュリーのお城は試しにちょっと近かったのであの一回攻撃させてもらえたんですけどそしたらもうジュリーギルドの皆さんがもう私の城はいつバリアーが剥がれるかってこう待ってしまっている状態なのでもう本当にあの怖いのでもう反感買えたくなくて <laughs>。 <laughs> やってないんですけどでもやっぱそれがローママの面白さでもあるのでちょっとあでもうちねあの本人同士は全然仲悪くなるとかはないんだけどねそのファン同士がこうバチバチしちゃうのでみさんバリアなくないですかみさんなんかバリアなくてもさ攻撃されてないイメージなんだけど <laughs> あのファラオみたいなあのかっこいいお城この前あのすごろくかなんか数字を999にして。 あのジェムがもらえるってやつやってたんですけどそれやってたらあゆみさんの、あのー、ところにあゆみさんのお城がありました初めてあゆみさんのお城を見つけました、ね、ジュリーギルとちっ近すぎるよ、ね、でもね,あのねもうねここでって決め,あの決めていただいたのでちょっとねわざとっていうわけではないんですみんなお城に真っ先に課金してるのがガチ好き あの私がね課金えお城課金したいかもってあのね言ったんですよジュリーと電話してる時にでそれでいいじゃんって言われたんですよ買えないのみたいなそしたらなんか数日後になんかお城お城買ってよみたいな言ったらえお城買ったのみたいな <laughs> なんか前とかいると前とか言っていっぱい「お城買うはちょっとないわ」みたいに言われたんですけど <laughs> なんかお城じゃないのに おろに使うのもったいないよとか言われておろ買うでしょかわいいじゃんねあそうだ私の最近あのお城買いたいお城があってですねあのこうやってねまああのこういうねなんかあの魔法使いのこう帽子みたいなかぶってあってこう水晶玉が真ん中にある お城がもう欲しくて欲しくてでなんか猫ちゃんみたいなのがここら辺にいてめっちゃ可愛いいんですよだからあのお城が欲しいでもねもうコラボ期間終わっちゃうんだよもうすぐだから今から買うのはうーんって思ってそう紫色のやつあれがまだねメンバーさん誰も使ってないんですよ優香があのマーメイドのやつであいみんがその ファラオののやつなななであとコがんんかだっけペンギンペンンギのやつなのでなんかまだ狙われてないんですよその後ろは <laughs> だからそれが欲しくて欲しくてかたまらないんですよねでも私多分ローマバ期間終わってもローマバやっちゃうかもしれない前とかも未だにずっとやってるよローマバ気づいたらローマバ開いてる <laughs> またローマバ さんとあのコラボしたいなーって言ってた <laughs> そう後ろ欲しいのだからもうみんながね買う前にね買わないとねダメなの <laughs> ももかちゃん推しのヒーローえっとあの「これは夢」っていう子が好きです <laughs> あの子が本当にあの あのなんか回復してくれて一番大事に育ててるそうあれはあの子は本当にいなきゃダメな人 <laughs> 人じゃないか妖精か本当に回復超助かるよねもう本当にねあの子いなかったよねもういくつもの試合をね乗り越えてきたのはあの子のげなんですよあと最近ちょっとあの好きなのは こう,なんかこういう飛んでるやつで <laughs> 黒くてなんかめちゃめちゃ飛び方キモいんですけど <laughs> 私はあの本当に鳥が無理なんですよ。あの本当に鳥が無理なんですけどこういう飛んでるやつがいて <laughs> でなんかここら辺になんか,あのなんか鳥,鳥みたいな,なんかコブみたいなやつ乗っけててなんかこう飛んでるやつがあるんですけどその人がめっちゃ強くて。 めっちゃ強くないその方う本当に鳥ダメなんよねこの前前と江の島行った時にカラスが自分たちの方向を向かってチャーンって飛んできて「うん」ってだってもう身を守った <laughs> キイちゃんはだってちっちゃいからさまあでも私結構鳥アレルギーなんですよ多分強いけどあっさりやられちゃうよねえっえかる あのさ金のさこう鎧ろいかぶったさこうフっていうフンスっていう感じのさあのヒロいるじゃないですかもうなんか一番最初にいるっていうあの人とあのその今のこういうこういう人は多分なんかすぐやられがちなんだと思いますなんか割となんかすぐしねなんかねダメになっちゃう。 誰が結局いいんですかもう中だからね分かんなくて「あの雪の女王」みたいな「アリス」みたいな子を使い始めたんですけどこの前あのその子結構頑張って強くしたのにその子すぐやられちゃうんですねだからもうちょっと選抜メンバーから外れていただいてであの入ったのがその鳥の人ですあといるのはあの炎の方とあとバラ。 バラの方はもうずっと選抜メンバーですねなんかバラの方はなんか結構いいよみたいなのをねファンの方に教えてもらったのでずっと選抜入りしてる取り使うならスパーキー使った方がいいえいあとあの私もうずっと気になってたんですけどなんかあのちっちゃいなんか馬みたいなやつに乗ってるおじいさんわかりますか あの方って強いんですか <laughs> あの方絶対弱いでしょうって思って使ってないんですけど <laughs>。あの方の役割は何なんでしょうかあれはやばい、本当よ。じゃあもう使わないわ <laughs>。あ、建築は早くなるもんね。建築じいさんか。OKOK、OK。OK、<laughs> そう、その方が、なんか、みたいな感じの方じゃないですか。<laughs> ガチ声出るってどういういこと <laughs> そうその方はちょっとねあの建築時さんちょっとどうなんだろうと思ってたのでやめます弱いんだってみんなロボバエやろうね楽しい本当に楽しいの本当に楽しいからみんな本当に騙されたと思って一回桃モモカギルドに来てみてください <laughs> 年には勝てんか科」のやつだよねあそうなの 一回も使ったことないよ <laughs>。見た目でちょっと外しちゃった。最初は可愛い選抜で選んでたんですけど、可愛いだけじゃ勝てないということに気づいてたので、あの辞めました。ノブは楽しいの本当に。みんなでも忙しいかな。忙しくなかったら聞いてね。モンカギルド来たら人生変わりますよね。うんうんうん。味方分からなすぎて一生始めてないけど、大丈夫 私が全部説明する <laughs> 今度あの「ドンボボ」配信するねじゃあみんなあのわからない人のために明日とかやろうかなじゃあ明日あさって明日は無理かあさってあさってあでもあさってはあれかあれ1313 13日ですかあさってってあれ明日が12だから14日14日は なんんかかかかチョコととと食べたりとかなんかしたりなななしい思っててなので13日じゃあ明さってできたらローマ版配信しようかなと思いますなんか自分の画面を見せながらやりたいんだけどさ私 iPad さんさあるんだけどさ iPad さんどうやってねおこうかねずっと迷っててチョコとか食べたいから配信なしってじゃじゃじゃ配信がなしじゃなくてチョコが食べる配信ですよ皆さんわかりますかなので 明日,はの明日はないんですけどあさってしあさってとあるので皆さんおもカールームに集合ねまた告知するね告知がないなと思ったらあの配信予約のところを見ていただけたら嬉しいなそこに多分書いてるはず <laughs> じゃあちょっとねもうすぐ終わりということでちょっとあのご飯ができた音がしたので <laughs> もうすぐ終わりたいと思うので壇上を読みたいと思います。 でも、みんな見てくれてありがとうね。十三位はるかちゃん、はるかありがとう。十二位かほ、ありがとう。十一位けけ、ありがとう。十位ほのか、ありがとう。九位ふうさん、ありがとう。八位めろすけ、ありがとう。七位まことさん、ありがとう。六位あやた、ありがとう。五位きょうへい、ありがとう。 4位ムッティーありがとう3位フレッシュプリキュアありがとうあれ2位あやありがとう今日本んしくありがとね一 <laughs> 1位スーサヒひキきスーちゃんありがとうお仕事お疲れ様だよみんなありがとね <laughs> スクショタイムちょっとだけしますか 今日私が伝えたかったことは「ロンバー楽しいぞ」という話と「お手紙待ってるね」っていう話と,、えっと「お話し会ありがとうございます」っていう話でしたあとは「お腹が空いた」っていう話でしたグッ <laughs> とあと前髪が毛のように見つけそう <laughs> あと、怒りポーズ。<laughs> いっぱい食べて、いっぱい寝て、妹と遊んでら、いい風呂入るよ。オッケー。了解。いただきます。ってやりたいですね、早く。建築爺さんポーズ、建築、建築爺さんのポーズありますか、私も使ってないんですけど。建築爺さん、もうずっとな中に、何回乗ってるんですよ、こうやって。もうね、自分で歩きなさい。<laughs> スイートィンのコナーの得意顔やってなんだっけ <laughs> みたいなやつですよね <laughs> あれはコナーにしかできませんよこれからめいっととお寿司食べるあ本当にめいっさんによろしくお伝えくださいねそれ違う何どのポーズ待って鼻水 <laughs> くしゃみ出そうシナモンポーズ敬礼ポーズみたいになった ご飯。くめみみ誕生日誕生日バージョンなんだそれちょっと難しいですけどおめでとう誕生日はーいこれちょっとねあのガロックでお願いします今の大きい鳩手をあこれだうんまあ,ありがとうこんなもんですかねうさぎちゃん。 ハートの中に入ってはい OK ということで皆さん今日もありがとうございました今日のご飯は何かな <laughs> あ今日のお洋服なんか褒めてくださる方いっぱいいらっしゃって嬉しかった今日のお洋服はちょっとこういう感じのお洋服でした <laughs> はいはい画面をハートダメだよ お話し会寝坊したんだからそんなに欲張らないでください <laughs> ちゃんと反省してください <laughs> じゃあねみなさんありがとういっぱい見に来てくれてまた配信するね <laughs> じゃあねみんなバイバイありがとう